ちは。ちょっと僕変な癖があってですね、夜家帰って靴下をちゃんと脱がないっていう癖があるんですよ。ちゃんと脱がないっていうのはどういうことかっていうと、靴下を半分だけ脱ぐんですよ。それで先っちょに靴下ブラブラさせながら過ごすのが好きなんですよね。で、床とかに座って足伸ばしてこうやって靴下をピョンピョンってこうやって靴下の先っちょのこの余ったところをこうやってピョンピョンってやるのが好きなんですけど、あれね、足首のねこの速さがないとね、ちゃんとね靴下向こうにピョンっていかないんですよ。ドラマだからいけるのかもしれないですね。もしかしたら普通の人はこのスピードが遅いから、ヒュッてやってもこっちに垂れ下がってる靴下がこうこっちにピョンっていかないと思うんですよね。あとね、半分だけ脱ぐのも好きなんですけど、片方だけ脱ぐっていうのもねよくやるんですよ。気がついたらね、片方だけ脱いでね、片方だけ裸足になって片方はちゃんと履いてるみたいな、なんでしょうねあれね。なんかね、両方脱ぐと寒いんだよなみたいな、ちょうど今時期の感じ。両方脱ぐとちょっと裸足寒いんだけど、片方だけ脱ぐと脱いで歩くとちょっと気持ちいいかなみたいな、おそらくねそういう気分なんだと思うんですよ。まあそんなね話はあまり、ドラムには、ドラムの足しにはならないかもしれないですけど、でもね、靴下のねこう先ちょっとプランプランさせてるのをね、こうやってピョンってピッポロンして戻す時がねさらに難しい。戻す、こっちの戻すスピードはなかなか普段の生活の中でもやらないの。これ戻すスピードピッって戻さないとね、こっちに垂れ下がった靴下がこっちにピョンって戻ってこないっていう。だからそれをね、あ、もしかして僕それ昔から癖でやってるからあれなのかな、このなんちゅうの、このこれがちょっと強いのかな、いわゆるヒールダウンのこの足首の動き、そうかも、練習になってたのかも、もしかしたら。肩ほんとね昔からなんだよね、半分だけ寝てシュンピロンピロンピロンってこう靴下の余ったところ向こうとかこっちに行ったり来たりさせるのがね好きだったんですよ。参考にしてみてください。よかったです、ドラムの練習の話につながって。それでですね、今日なんですけど、まず1分間レッスンです。1分間レッスンどうぞ。はい、1分間レッスンです。はい、では行きますよ。1分間タイムをかけて用意スタート。はい、今日はですね、ハイハット、昨日のハイハットのなんだっけ、この踏む力調節するやり方についてですね、今日は叩く場所も変えてみようみたいな、エッジに近いところをで、だん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 深くスティックかけてって、同じ強さで叩いてもですね、若干ボリュームがやっぱり変わりますね。こうだんだん太くなってくるんで、当たるところが。あとこのカップもこういう音がします。オープンの音、オープン L みたいな音ですね。オープンカップのところをこのとこで叩くと、おお、こういうちょっと衝撃的な、こんな音になりますね。いろいろと試してみましょう。叩く場所、角度とかもチップで叩いても、エッジからだんだん真ん中に移動していくと音が変わってきます。はい、ハイハットはこう叩かないといけないっていうのはないですからね。まあ他の太鼓もそうかもしれないですけど、こうやってやらないといけないっていうのはないですね。いろいろ試して自分のね、好きな音色を探すのは楽しいかと思います。はい、ありがとうございました。はい、1分間レッスンでした。今日はですね、ちょっと基礎的なお話になりますけど、手と足のコンビネーションで、比較的最初の方にある足がシングルのパターン、16分音符4個
の、コンビネーションで基本的なパターンが4個あるんですけど、まず1個目、右左右足。でもう1個はどうしますかね、まあ、足から始まって4個ドタタタドタタタ、バスドラ左右左ですね。それとですね、右手足右左、そしてもう一個がバスドラが3個目に入るタタトタタタトタ、これはですね右左足左、これ手順はですね決まってなくて、それこそいろんな手順で叩けた方がいいに越したいいに越したことはないじゃない、いろんな手順で叩けるに越したことはないんですけど、定番の今紹介したこの4つの手順をまずガッチリと固めていただきたいなと、思っております。それでね、これね散々やってると、まあ、僕もこれ、まあ、レッスンでもやってるし昔個人的に練習も散々やったので、もう頭の中にもこびりついてる手順なんですけど、体にも染みついてるんですが、これねやっぱ演奏するときにね出てくるのね、パッと。それでまあ4拍ずつタタタと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 ジャーンとかね、まあそういう練習も当然レッスンとかでもやりますし、僕も昔やりましたけど、実際はねそんな同じ音型をですね連続でやるっていうことばっかりじゃないんで、そのね瞬間瞬間でバッとね出てくるんですよね。だこの今の4個の組み合わせを頭の中でババッとこういろんな組み合わせバババッとこう出てきた時に即座にこう叩けるようにしておくと、いろんなフレーズがですね自然に出てきますね。それこそまあ僕なんかも今までやったことないフレーズ未だにおそらく出てくると思うんですよね、偶然だと思うんですけど、まあ、ただ音楽的かっていうとそれはちょっと分かりませんけど、そのね音楽的っていうのは他のメンバーとか他の楽器弾いてる人が弾いたことに対してとか、まあ、その曲に対しての自分のセンス、それをドラムっていう楽器を使って出すわけですから、頭の中でこう何かを組み立ててバッと出したものが果たしてその曲に合ってんのかどうかっていうのはまた別問題なんですけど、でもね便利っちゃ便利なんですよ。それでまあそうやって練習とかでもいろいろやってるうちに、あなるほどこういう組み合わせで叩くとこういう感じのフィルになるんだなとか、こういう感じのリズムパターンになるんだなっていうのがだんだん分かってくると、そっからチョイスして自分その曲に対してのアプローチとしてフィルが出てきたりとかすると思うんですけど、僕はですねその何て言うんだろう、もともと機械的に練習がっちりやったので頭の中にもこびりついてるんですよ。だから便利っちゃ便利なんですね、フレーズ作ったりするときに。まあ、例えばこう、タタタとタとタタとタタタタタタとダーンっていうのも頭の中に入ってるこの手順、これが自然に出てくるんですね。叩く場所変えても同じなんです。違う組み合わせもそう。ドタタタタタタとタとタタタタタとタタとタとタタタ。もうすぐその頭の中に入っているその定番の手順が出てくるんです。でそこから例えば手順をちょっと変えてみようとかって言っても、それもある程度はできるんですね。それぞれ の手順の違うやつも頭というか体に入っているのがあるので、やはりねこのね、手と足のコンビネーションしてある、手順でまずしっかりできるようになること、これはねとてもねプレイするときに役立ちますので、ぜひですねたくさん練習していろんなところで使ってもらいたいなと思いますね。このあと何時だっけ、タトタタタトタタタタトタタタトタ、この4つですね。はい、一応ね目安、まずですね第一目標100
で100できたら、120、そして140、あとはもう140以上。アメリカの学校ので 4way 今のやつやった時の目標テンポは160でしたね。はい、一応参考までに。まあ当然160以上でできればそれに越したことはないということなんですけど、はい、ありがとうございました。